お相撲グッチャンネルのグッチーです。今日は増量計画ということで恵比寿港を決めに行きます。恵比寿港とは相撲用語で大食いをかますというか、飯をたくさん食べる。今日は予算の関係上バーミヤンに行きます。バーミヤンはコロナの関係でしゃぶしゃぶ、まあ、鍋を共有するということでアウトだったんで、変更して焼肉あんあんに来ました。お二人です。はい、どうぞ。お願いいたします。ご主人、皆様お願いします。大量焼き、あとこれじゃん。エビスコ決めます。大量焼きついてカジノも取っていただきます。気になる。だいぶ時間が経ってきて結構食べましたけど、どうですか。実は結構半額です。あ、ね、これ実はお相撲さんだったのにエビスコが弱い。どうなんだだから取れなかったのかって話。ということで時間終了したので今日はごっちゃんでした。こんだけ、こんだけ。ということで恵比寿港を決めた後に前回撮影に使った車庫に戻ってきました。恵比寿港を畳みかけるということで北海道バニラセブンイレブンで畳みかける。でもこういう甘いものを食べる場合はお腹いっぱいの時に食べた方がいいです。空腹時に一気にこういうのを食べると糖尿の元になります。ドバニラ初めて。じゃあもう閉まってきた方がいいよやばい、溶けてきてるし。閉まるんです。閉まってきて限界です。これでとりあえず出て Stop.